コンサドーレの現在の位置、そのサッカーチームとしての環境もそうですけれども、順位も今ちょっと残留争いっていうのを考えなければならないのかと思うんですけれども、うん、どういうふうに見ていますか。残留争いをずっとしないなんていうチームってなかなかないと思うんですよね。30年今 J リーグやってきていて、最初からいるクラブで落ちたことがないクラブなんて、まあ、2つとか、まあ、そんな感じだと思うんですよ。で、まあ、それだけ日本 の、 その J リーグの競争の差がない中での競争になっているということだと思います。なので、まあ、瞬間的にそういう状況が訪れるのはこれ多分どこのクラブも一緒で、その中でどうその目標を達成していくかみたいなところの最後の本当底力が問われるのが、まあ、ここからだと思いますから、まあ、自分たちの力を信じてやるしかないんじゃないですかね。で、自分たちの力っていうのは別にこう選手だけの力ではないっていうことも、まあ、多分北海道サポーターの人たちは分かってると思って、まあ、みんなでね頑張ってほしいなと思います。チェアマンとしてっていうとちょっと答えにくいかもしれないんですけれども、今シーズンのコンサドーレ、あと残りの試合、うん、どんなことを期待しますか。いやいや、もうそれはもうそのやっぱりいいゲーム、いい作品をどれだけ作れるかですよね。まあ、ホームゲームでどんないい作品が作れるかっていうところを一つの、まあ、テーマとするなら、やっぱ多くのサポーターの人たちが作ってくれる熱量の中でやっぱいいパフォーマンスが出せるかどうかっていうことなのかなとは思います。で、いいゲームっていい作品できたとしたら、まあ、それはあの目標に絶対近づいているはずなので、まあ、みんなでっていうことですね、やっぱりね。中長期的に考えると、コンサドーレはどんなチームになっていってほしいですか。やっぱり日本の中でも特別なエリアだったりすると思うんですよ。一番北にあってっていう、さっきの話しましたけど、そのいろんな背景も含めてね、だから特別なクラブでありながら、そのサッカーのクオリティとかっていう、そのピッチ上のレベルも上位に行けるようなクラブに、まあ、僕はしたいなと思っていたので、まあ、そうなっていってほしいなと思います。新しい景色っていう話もよく、ね、出てましたけれども、具体的にどんな風に。そうですか、それはいろいろありますから、いろいろそこはもう皆さんで見つけていっていただくのがいいのかなと思います。まあ、タイトルとかなんかね、いろいろその分かりやすいのはあると思いますけど、いっぱいあると思いますよ。今各クラブ回ってきて、こんな要素がコンサドーレにプラスされたらもっといいのではないかって思ったことってありますか。どうですかね。まあ、でもやっぱり恵まれてる環境かなとは思います、だもうワンランク上には絶対に行きたいなっていうふうに、やっぱりクラブの関係者とかも思ってはいると思うんですね。でそれを自力で達成するっていうことができるなら一番いいですけど、まあ、これはどこの地域でも同じなんですけど、本当にみん地域のみんなでクラブを育てることで地域が幸せになれるみたいな、その絵をやっぱり実現できるかどうか、もう結局これみんなの力だなと思ってるので、まあ、もちろん J リーグもそこにどういうサポートするかっていうことはやりますけど、地域の皆さんが楽しめるコンサドーレの周りっていう何かを作る、なんか それがもしできたとしたら、それはもしかするとまたその新しい景色なのかもしれない。この番組とラボだもんね、はい、サッカーの研究をしているんですが、私研究員として、あ、研究員ってどうですか。川井所長、所長は龍二所長ですか。所長は今日はいないんですか。そうなんですよ、今日ちょっと研究で忙しいんですかね、もしくは CRC の方で忙しいのかもしれません。所長忙しいんですか。いろんな業務兼務してますからね。まあ、CRC、SD、所長とやっていかないといけないと思いますよ、所長。その川井隆二所長にぜひメッセージをいただければと思うんですけど、はい、いやいやいや、こちらで、所長、頑張ってください。シンプルですね。
しいと思いますけど、まあ、それは今度言いますわ。さすがくださいよ。会った時言いますよ、所長には。しっかり、なんか言っといた方がいいことありますか。もっとこうしろ、ああしろって言ってくれ、僕伝えます。伝えます。難しいな。最近会ったのいつですか。リュウジにね、会ったかな、最近。全然会ってないと思います。そうなんですね。はい、ここ離れてからは一回会ったかなっていうぐらい、電話で一回喋ったかなぐらいですかね。どんなお話されるんですか。いや、でも なんだろうな、なんだった、 OB 会のとか、 あとは OB 戦やるって言ってましたよね、はい、恋みたいに言われて。いやいや、ちょっと無理ですって。すいません、所長。それはお立場上っていうことですか。いや、もうもうちょっと早く言ってくれるとスケジュールがっていうことも。すいませんって入りました。ちょっとずっと聞こうか迷ってたんで。聞いてくださいよ。野々村チェアマンとお呼びしてましたけど、これからも野々さんとお呼びしてもいいんでしょうか。全然いいですよ。もう長いじゃないですか、チェアマン。なんかつい呼びたいけど、もうなんかサッカー界のトップの方にそのまま。いや、全然大丈夫です。そのもう野々さんと全然です。で、まあ、僕がいないところでは、あの野々って。いやいやいや。野々さん。そんなことは言わないんですけど。これからもじゃあ野々さんと呼びます。お願いします。あの、一つ、Jリーグを盛り上げてください。ラボを研究して。研究します。あの、ぜひ私たちもアウェーも観戦しに行って研究したいと思ってるんですけど。研究のさ、成果とか発表とかある？一応研究結果を毎回発表していて、ね、最後に、番組の最後にそれを伝える、はいはい、あ、ご覧になったことありますか？いやいや、ありますよ。コンサラボ の、 あの河合所長のお決まりのセリフ、はい、ぜひ野野さんにも言ってほしいんですけど。あ、あれでしたっけ。はい、ごめんなさい。あの、これです。あ、ゲッツ。それに変えますか。どういうの、どういうの、どういうの、エクセレンスって言ってもらってるんですけど。あ、って言いました。いや、なんかおっしゃるかちょっと気になって。やってほしかったんですけど。いやいやいや、もう頑張ってください。ありがとうございます。コンサラボをご覧のサポーターの皆さんに、はい、そのエクセレント付きでメッセージをいただいてもらっても。ちょっとさ、ハードル高いけど。高いですか。月でもいいです。まあ大体よく分かってないから。まあでもやっぱりね、コンサドーレがちょっとずつでもうまくいったりいかなかったりということをまあ繰り返している中でも、ちょっとずつでも前に進んでいるのはこれ事実だと思うんですよね。で、もう右肩上がりにっていうのって、なかなか難しいので、うまくいかないときこそやっぱグループで、チームでとか、まあ、サポーターも含めた地域の人たちでどう乗り切っていくかみたいなのがサッカーの楽しみ方の一つでもあると思うので、まあ、リアルにその勝敗を一喜一憂するってなかなかないじゃないですか。楽しみながらなんとかね、皆さん の、 あの思うところまで行っていただきたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、長くなってしまいましたから、はい、OK ですか。すみません、はい、時間が皆さん、ありがとうございました。そっちじゃなくて、野々さんのお時間がない。申し訳ありません。ありがとうございます。大丈夫です。もう、家族の時間を削ってまで来ました。申し訳ありません。よろしくお願いします、研究を。はい、はい、研究続けていきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも、失礼します。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。ゲッツ。